はい、どうもボブチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日もお酒飲んでみたシリーズ不定期版やっていこうと思います。今回いただきますのは札幌ビールから出ております、男梅サワー梅無糖でございます。こちらのがアルコール 5%、果汁 7% となっております。男梅サワーですね。はい、それの無糖のタイプが出まして、これは梅果汁、梅エキス、あと梅干し親戚水にスピリッツみたいな感じでできております。これがですね、カロリー31キロカロリーというすごいもう低カロリーのお酒でございますので、これはもうダイエットには私向いてると思います。個人的にですが、で飲みやすくてですね、ちゃんと梅の感じもしっかり出てるんで、これはちょっと残念ですけども限定なんですよね。お早めにお買い求めください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、低評価、コメントなどよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。